ですね、こうなんかこう持とうとしますわ。もう肩とかね、肩触ってきたりとか、なんかこう掴んできたりとか、喧嘩こう打ってくるやつって大体こうなんか触ってきてこういうことするんで、ジャンキーと空手家のパンチの違いこれです。まあ、素人大体こう大きくこうね、大きく脇は開いて打ってきますんで、パンチこういう風に回ったりとかね、まあ普通にガードこう手上げるだけで肘が引っかかってくれます。プロの空手家とかのパンチはやっぱりこうじゃなくてまっすぐこう入りますんで、なかなかやっぱりガードできないですね。まあ簡単に言うと素人の人は外側から大きくきます。空手家やプロボクサーの人はまっすぐね、脇を締めて打ってきます。後ろから見るとね、素人こんな感じですね。これはね、ガードされたり受けられたりします。で、上手な人はプロの人はこう脇締めてここ締まってます。気をつけましょう。おっす。おっす。おっす。ヤンキーと空手家のパンチの違い詳しく。大体格闘技とか武道やってるやつは、まあ、喧嘩打ってきませんし攻撃してこないですけど、素人でもこうまっすぐね、見よう見まねで打ってくるやついます。これに対して、まあ、一番いいのはね、距離を取るんですけど、まあ、簡単に言うと後ろ足体重乗せて、これに対してまっすぐいたらね、もらうでしょ。このまま後ろに体重、後ろというか斜めね、自分の立ってる足に対して斜めに後ろ、ね、斜め後ろに避ける、避ける、蹴り合わす、蹴り合わす、手出した方がいいですね。はい、手を前に出した方がいいですね。手を邪魔する、相手のパンチに対して邪魔をします。で、これね、襟付きね、これ首ガードしてます。これコメントでありました、襟立てていますね。これ実はね、ナイフとかでこうやられた時にちょっとでもこう頸動脈をね守らないと、これね、うん、DDDこう締められるように気をつけて、このまま締められないようにこれ気をつけて、襟立てて相手のパンチをまず腰に受けて前襟。プロの人は、上手な人ってここの中足で蹴るんですけど、全体的にこう体全体的に足の裏で蹴りましょう。例えば、まあ、距離ね、距離を取る、避けるでしょ。そのまま前蹴りで相手下げて、そのまま逃げるは勝ち。ヤンキーの人は大振りが多いです。大振りがね、例えばアッパー来た時に絶対下向くのが一番ダメですね。はい、後ろにね、体を反らすだけ。はい、よし、はい、はい、そうそうそう、後ろ足に体重を乗せる。これフックでも一緒です。フックも一緒、避けるね。一番ダメなのがこの場所にいることが一番ダメです。あとね、やっぱ素人はね、殴ってくるときに分かりますね。素人のやつね、こうなんかこう持とうとしますわ。もう肩とかね、もう肩触ってきたりとか、なんかこう掴んできたりとか、ね、喧嘩こう打ってくるやつって大体こうなんか触ってきてこういうことするんで、持ってきた瞬間にぐるってこう重とかなあかんですね。これ来る重とかなあかんですよ。これに対して前向いたらダメです。前向いたらボーンってやれるからね。つかまえたら上から下に手首のとこ落とす。反撃はね、小手がいいです。小手落とす、小手顎を入れる、これで倒せます。小手効きます。ヤンキーに喧嘩を売られないように気をつけましょう。おっす。おっす。ジャブ、はい、アッパー、はい、はい、はい、
です。